じゃあベタモンで、高橋さん対大塚さんいきます。問題、音の3要素といえばリズム、ハーモニー、メロディーと、もう一つは誰、ハーモニー。ページマットさん、問題、消費税や酒税のようにその税金を払う人と納める人が異なる税のことを直接税に、間接税。問題、パパやママは通れないけど子供なら通れるドアってなんだ。自動ドア。おお、します。問題、ヘブライ語で誠にという意味がある。アーメン。エジメス。キリスト教でお祈り屋さんの最後に唱える言葉は何？アーメン。